どうもこんにちは、こんばんは、しろうじゅうやです。ということで、初っ端ね、指パッチンに、失敗してまいりましたが、ぜひね、本日もお時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、パワープロ2018栄冠のモード続きからやっていきましょう。前回の動画はですね、3年生にとっての最後の公式戦でございましたが、なんとですね、2年連続不大会、しかも3回戦で敗退という結果になってしまいました。いやー、ここ最近ですね、大津高校、暗黒期に、突入いたしまして、2年連続不大会3回戦負けという、結果となっております。なかなかね、ちょっとね、厳しい、成績となっているんですけども、ちょっと切り替えて新チームで頑張っていきたいと思いますのでね、皆さんぜひともね、応援よろしくお願いいたします。ということで、早速新チームのオーダーを決定してまいりましたので、皆さんにご報告させていただきます。はい、まず1番センター若林くんですね。はい、もう盗塁 A もありますので、バント丸もありますというところでね、走力も上げてきましたので、1番、今回センターで置いております、若林くんでございます。そして2番セカンドめぐるくん。はい、今年の二遊間に関しては、視聴者さんからね、お名前をいただいて、そしていい二遊間が入ってまいりましたので、今年からね、二遊間は視聴者さん同士で、守ってね、抑えていただけたらと思うので、2番セカンドめぐるくんでございます。そして、3番ショートしおりくん、こちらもですね、視聴者さんから お借りしております。はい、打撃能力もね、パワー C まで上がってきたので、盗塁も C というところもありますので、どんどんね、走力とかもね、上げていけたらなと思っております。なのでね、視聴者さんからお名前をお借りしている方、ぜひね、こういう練習指示してほしいという、ことをコメントいただけましたら、そちらを優先的にね、練習させていただけたらなと思っております。そして4番ね、ジモティから受け継いだ、4番は、レフト岡部くんということでございます。今までちょっとベンチにいたんですけども、本当に、ミートパワーっていうところが整ってきましたし、あとはね、ちょっとチームプレー×っていうところがあるんですよね。なので、送りバントとかっていうよりは、本当にもう自分で打って返すみたいな、感じにはなってくるかなと思うので、4番レフト、岡部くん、ちょっと期待して4番に置いております。そして5番ライト石黒くんですね。こちら今まだちょっと外野の適正ついてないんですけども、外野適正つけて守らせようかなと思っております。はい、なので、正直キャッチャーっていうところでね、野間くんと石黒くんで、いろいろちょっと、取り合いはしていたんですけども、野間がね、キャッチャー B の特殊能力取ってくれたので、このままちょっと野間を使って、で、石黒は外野にね、守らせて、やっていこうかなと思っております。そしてね、6番キャッチャー野間くんでございますね。ここから送球というところがね、上がってくればね、本当にキャッチャーとしては申し分ない、成績を残してくれるんじゃないかなと思っておりますね。あと、チャンス C 対左投手 C っていうところもあるので、これから頑張ってほしいなっていうところであります。今大会ね、ちょっとね、ヒットが1本も出なかったので、打率0割0分0厘ということでね、ちょっと今年はね、打者というところでも期待したいなと思っております。そしてね、ファースト、井野くんですね。はい、まだちょっとメインポジション移動してないので、どうしても守備位置がサード優先になってしまってるんですけども、送球位っていうところありますので、ファーストに、コンバートさせていただければなと思っております。そして8番サード、根岸くん、こちらもね、メインポジションがまだ、ちょっとファーストになっているんですけども、こちらもメインポジションちょっと移動させて、サードに守って、送球 C を行かせたらなというところでございます。そして9番ピッチャー斉藤くんですね。はい、エースは、変わらず、転生 OB の、斉藤投手に、任せようかなと思っております。いい成績っていうかね、いい投手になっていただけたらなと思っております。そして2番手ピッチャー須崎くんですね。はい、前回の夏大会ですごいいい成績を残してくれたので、1点も取られてないっていうところでね、すごい頑張ってくれたので、期待してね、中継ぎとしてちょっと使っていけたらなと思っております。対ピンチ伸び対左打者っていうところがね、上がってくればとは思うんですけどもね。はい、そして、3番手ピッチャーに新倉くんでございますね。基本的にはだからこの2年生ですね。はい、3枚でちょっとやっていけたらなと思っております。1年生の能力ね、見ていただければわかるんですけども、はい、今年の1年生はもう全員赤徳をね、持ってるって感じなので、そして、サブに、服部くん。服部に関してはそうですね、石黒と野間が抜けた後はキャッチャーやることになるかなと思うので、キャッチャーとして今はね、育っていこうかなと思っております。はい、で塚田くん、菅原くん、ここは赤徳どんどん消していかないとですね。で、外野に牟田くん、牟田くんも基礎能力整ってきたので、
なのでちょっとまあ使っていけたらなって感じですね。で石田くん、そして視聴者さんからお名前をお借りしております京香くん、そして大内くんということでございますね。はい、まあそんな感じでちょっとやっていこうかなと思うので、まあ1年生がねスタメン入りしてるのがこのね2人しかいないので、まあどっかね入れられたらなとは思ってるんですけども、まあ外野かな入るとしたら、まあここあたりですね、岡部石黒のところに、まあこの3人のどれかがね、誰かがちょっとあのいい能力残してきてくれれば、うん、ちょっと入れてもいいのかなとは考えておりますね。まあ服部くんもまあ外野として守らせてもね、あのいいのかなと、今シーズンは思っております。はい、ということで、いや早速やっていきましょうか。なのでね、次の練習試合で石黒の、外野サブポジ、そしてイーノのファーストメインポジ、根岸のサードメインポジというところをちょっとやっていきたいと思います。ではやっていこう。そうちょっとね、中堅校からなんとねそこそこにね評価が下がって しまったのでね、まあ、そこら辺もちょっとね頑張って上げていかなくちゃいけないところですね。ということで、体力は大丈夫かな。よし、じゃあまあ体力回復も兼ねていきたいんですけど、無理か。まあでもちょっと赤徳多いので赤徳優先でいきましょう。はい、赤徳プロ野球ね止まっていきましょう。なかなかね今年の1年生はあんまりよろしくないのでね、ちょっと頑張ってもらえればなというところで、ちょっとプロ野球選手もどんどん止まっていきたいと思います。お、ということでタイヤが壊れた。 OK。 あ、日渡しくんですね。日渡しくんは今あれですね、王子高校の12球団対戦のところとかにも出てくるかと思うので、ぜひとも注目してみていただけたらと思います。さあ、タイヤが壊れたよというところでございますね。タイヤ、あったあった、OK。 よし、OK。 さあ、スケジュール見直しもあるんですが、ちょっとここはね、あ、機材とかもちょっとあれですね、水曜日泊まりたいですね。うん、練習効率上がった。ナイス、ネギシ。1年生ネギシ。さあ、テンション上がったというところですね。まあ、ここも、まあ、2でいいかな。青松ちょっと優先で止まっていきましょう。で、7月は何もないよね。8月に、特訓マスのところがあるので、8月ね、忘れずにちょっと止まっていきたいなと思っております。はい。そうですね。8月21日ちょっと止まっていかないとですね。お、校長先生からの差し入れ、テンション上がった。ありがとう。信頼度疲れ取れた。素晴らしい。さあ機材止まりたいんですけど、まあ機材止まるか。そうですね、まあ2、1使ってで、ちょっと、あれですね、スケジュール変更とかも兼ねて、合宿があるので、そこら辺のね、ちょっとアイコンの調整とかもしていきましょう。これか。お、教科に彼女ができたらしい。お、まさかのまさか。なんと1年生、唯一ね、視聴者さんからお名前を、お借りしてる京香がまさかの彼女できましたね。1年生で彼女は早いね。これはちょっと期待ですね。京香だけですね、今メンバーで取れてるのは。さあ頑張ってほしいところですね。さあじゃあここ止まって、で一応ね、まあ、今回なんて言うんだろう、打撃中心のね、チームにしてはいるので、そこら辺もちょっと考えていきたい。ホームチェック請求はちなみにあれだよね。キャッチャー取れた気がするな。うん。まあでも1か。まあここちょっと変えていきましょう。変えて。ああ、でも投げ込みでプラス2も取れるので、一応キャッチャー能力取れるのも残しておきたいっていうところはあるので、そしてバント練習と腕立て伏せ。腕立ては正直いらない気がするな。バント練習はね、個人的にちょっと残しておきたいな。バントとか惜しいところではあるので、バント練習はどこかになかったかな。そうですね、バント職人とかもつくので、バント練習残しておきたい。投げ込みも残しておきたい。腕立てはいらないな。腕立て、まあ練習シーン先にやりましょうか。腕立て伏せは正直いらないなっていうところなので、そうですね、怪我しにくさとかなので、まあここを2つ使っちゃいましょうかね、じゃあ。うん。で、一旦練習シーンしましょう、じゃあ。でメインポジションもちょっと変えていきたいのと、夏大会が終わったので、ちょっと秋大会に向けてね、練習指示していきましょうかね。でまだ8月に入ったら秋大会あるのかな確か、まあ、秋大会に入る月に関しては、秋大会を考慮してね練習指示していきたいと思います。そうだな、斉藤くんどうしようかな。まあ、スタミナは多分乗りそうなので、変化球をちょっと上げてもいいな。どうしようかな、変化球444にしたいな一旦。そうしましょうか、じゃあ一旦変化球444に持っていこう。でスナック君も変化球とりあえず一旦444に持っていってほしいですね。でニークラも、そ
そうだな、にいくらもそうだな、変化球かな、ちょっと一旦 OK で1年生投手ですね。問題はまあ大内はまだちょっと上げてもらって、1年生投手に新しい球種を覚えさせようかも、覚えさせちゃおう。うん、3球種は欲しいとこなのでちょっと覚えさせちゃいましょう。で大内はまだちょっとね、まだ1なので、まあ、1はちょっと試合投げさせられないのでね、うん、ちょっと怖いところあるので、まあ1回覚えてもらいましょう。で野間は肩力 B 乗りましたよってとこなので、一旦ミート上げて、で石黒はね、ライトですね、ライトというかサブポジガイアですね。服部くんどうしようかな。まあ今はとりあえず代打4位になるかなと思うので、そしたら弾道アップさせようか、3に持ってっちゃいましょう。で根岸はちょっとメインポジションを3塁に変えて、でめぐるくんもね、とりあえず総力が B に乗ったので一旦変えましょうかね。パワーは上がりそうなので、まあそうだな、肩補給をちょっと整えよう。でいいのもちょっとメインポジション変更、でしおりくんもとりあえずパワー C 乗ったので一旦総力でも上がりそうなので、そろそろまあショートなので肩にしようか。で岡部も補給が上がりました。肩も守備も上がりそう、総力も上がりそうっていうところで、まあミート整えましょう。で若林も総力、若林はでもどうしようかな、一旦総力 A まで上げちゃいましょうか。あでもミート整えてから総力上げよう。でムタ君も弾道上げとこうかな。で強化はちょっとミートをちょっと上げてもらって、で石田もな、そうだな、まあ一旦パワーじゃあちょっと今の持ってってもらって弾道上げましょう。 OK さあまた腕立て来ちゃったな。まあじゃあボランティアとりあえず使って腕立て1でいこうかな。腕立て2つはいらないな。あ OKOK、 ダンベルはまあいいでしょう、パワー紐ねゲットできるので、まあこの腕立てでねちょっとねどっかなんか違うの持ってきてほしい。頼むよ、なんか違うの持ってこい、いいやつ持ってこい、頼んだよ。さあ合宿ですね、やっていきましょう夏合宿。さあなんか持ってこい。あミートバッティング、まあミートバッティングでもいいでしょう。うん、対左投手とかも取れるんでね。さあここで野間が早速来てしまったんですが、野間にキャッチャープラス2はな、まあちょ服部くんに使いたいのでちょっとこれは取っとこうか。まあ野間岡部根岸、どうしようかな、早速もうダンベル使っちゃってもいいんだよな、ミートバッティングでもいいけど、まあダンベル使ってちょっとパワヒを野間くんと根岸で狙いに行こうかな。そうですね、もう使っちゃおう、どんどんいいのは使っていきましょう。さあどうだ、あ体力も確認しないとですね。まず1個目は取れないと。あベンチプレスも来ましたね、オッケーオッケー、ベンチプレスも威圧感とかパワーヒゲットできるので、体力はどうだ、あ大丈夫そうですね、まだ大丈夫、まあ途中でどっか使いましょう。さあここはちょっとどうしようかな、まあ投手の斎藤もいるので、まあ岡部も、でも岡部チームプレーバットだからバント取ってもなっていうところはあるんですけど、まあでも斎藤投手になんかクイックとか大急反応丸つけたいんですよね、大内にもつけたいところはあるので、まあここはちょっとしゃあないですね。まあ岡部にバントついちゃったらまあいいでしょ、ドンマイってとこで。さあなんかつけ、何かしらつけ、いやー合宿が勝てん、合宿がきついですね。さあ、あ石黒か、石黒にこれ使うのはもったいないな、まあ、服部くんが来た時にこの投げ込みは使いたいので、ここは石黒強化狙いでまあ広角打法とか取っていこうかな、パワーヒとか、まあ、石黒もパワーあるし、まあ、でも強化に関してはね、まあ、視聴者さんから今回はまあ総力とか守備系に育ててほしいっていうのはあったんですけど、まあ取れたら取れたらいいですからね。そうだな、まあ、腕立ては使わないとして、まあ、ここ3つなんかどれか使おうかな。まあ広角打法にしようかな。いやでも威圧感誰かにつけたいとこもあるので、まあでもパワーヒローボールヒッター迷うな。まあでもいっか、ベンチプレス、いやダメレンしとこ、パワーヒ取れたらすごい。オッケーオッケー、メインポジションはまあいいとして、石黒まあまあまあ、ちょっと待って待って、1個も取れてないやないかい、1個も取れてないやないかい、どういうことやねん。おにぎりとかある、あおにぎりとかないのか、まあまあまあ、じゃあしゃあない、体力はどんまいだ。さあ若林にこれなんか覚えさせたいとこではありますね。若林
流し打ちとか取ろうか。うん、流し打ちとか取りましょう。じゃあ対左とか上がってほしい。さあ何かしら取ってくれ。 OK、 若林対左投手 C。 OKOK。 いやーでも1個か。さあラスト服部とか来い。服部野間か、野間か、野間くん、ムタ、若林か。まあ野間はキャッチャーええわなっていう、まあ取りたいんですけど、まあキャッチャープラスにはもったいないね。まあベンチプレスでいこうか。パワーヒとか、まあハイボールヒッター、まあ威圧感とか広角打法を取ってくれればっていうところなので、頼む、ラスト最後取ってくれ、何か取れ。若林1個で終わるな、なんかいいの。うわきつー、いや本当に暗黒期やな王子高校。合宿1個しか取れないでどういうことやねん、困ったもんだ本当に。ということで、まあ結果は若林ですね。若林が対左投手が C に上がってくれましたというところでございます。まあプラス1でしたね。いやひどい、ひどすぎる、これはあかん本当に。どうしたって感じですね、マジか。まあちょっと体力マスも止まりたいので一旦53でいこうか。いやひどいなこれは、な、これはひどすぎるな。さあ8月に入りましたよというとこですね。まあ秋大会まで全然期間あるのでまだね、磨いてもらいましょうかね。変化球、変化球覚える覚える、磨いたので覚えてもらおう。どれでしょうか。 OK、 これでいこう。ミーと外野手とりあえずつけて弾道を、いいのもメインポジションつきましたよということで、ファーストなので、うん、まあミートが低すぎるな。まあでも守備整えようか。でめぐるくんがカッター力、ネギシも、サード守れるようになりましたよというとこなので守備上げて、合ってるよね、 OK だよね、うん。でしおりくんもカッター上げて、岡部もミート、まあ肩守備走力補給は上がるでしょう。若林もミート、ムタくんは弾道、京川くんはミート、OK ですね。まあ、さっき練習指示したばっかりだからね、あんまり変える必要性もなかったですね。じゃあちょっと秋大会の抽選の日だけ見とこうかな一旦。まあ、体力回復もしていかなくちゃいけないですね。いやー合宿がひどいですね本当にね、合宿が本当にひどかった。いやーマジかっていうぐらいでしたね。スケジュール、9月か、 OK、 9月ですね。いやまあ9月がこれなんだ、9月8日10月もなんか組み合わせ抽選会ってあるけど、10月かな、9月のこれは多分甲子園の組み合わせ抽選会かな。で10月に多分秋大会が始まるって感じですかね。じゃあまあ今日はここまでにしましょうかね。じゃあとりあえずもうちょい進めるか、もうちょい進めるか、9月ぐらいまで行きたいですね。ちょっと9月ぐらいまで行きましょうか、せっかくね。まあなんか今回合宿全然ねいい回ではなかったので、せっかくなので9月まで行きましょうか。さあということで、まあ、体力はどうでしょう、もうちょい回復しとこうか。じゃあまあ仮設シャワー使っちゃいましょう。でまあ木曜日に分岐点がありますので、木曜日も泊まりつつ、火曜日木曜日も泊、あ火曜日水曜日も泊まりたいな。あ練習休みも来ましたね、ちょっと体力がやばいですね。体力をどんどん回復していかないと、じゃあ練習休み使おう。分岐点も止まりたい、そして火曜日水曜日も止まりたい。アイテムもねどんどんね、やっぱねいい選手には今後使っていこうかなと思って、練習効率が上がった。そうか、そしたらちょっと高い数字使おうかな。まあ分岐点はもったいないので、それも行くのはまあちょっと、じゃあ水曜日止まってアイテムもらいましょうか。そうですね、まあミートバッティングでいいや。さあなんかいいアイテムをくれい。さあ誰でしょう。さあ練習効率も上がってるので、だいぶ上がりましたね。アスナン、おいいですね、差し入れスポンジとバケツ、まあいいでしょう。まあ、持ってなかったもんね多分ね、持ってなかったですね。まあ梅雨になったらね使えるので、まあ今もう梅雨終わっちゃってますけどね。さあ勉強しとこうか。じゃあちょ勉強もしといて学力も上げときましょうというところですね。さあ特訓マスは来ないか。でプロ野球選手とかもどんどん止まっていきたいところはあったんですけど、まあ、全然来ないですね。まあ、これはそうだな、もう真ん中で行こうかな。占い師スカウトならず者、まあ、占い師とかもどんどん止まっていこうかなとは思うので、そうですね、じゃあ331で真ん中行こうか。うん、そうですよ、そうしましょう。本屋も止まって
でスカウトも止まってって感じで、あ、ネギシおめでとう。あ、そう、8月21日も止まらないとですね。危ない危ない危ない。18、19、22、オッケー、占い師のとこ止まれば21ですね。お、尻上がりの本ありがとう、クロケンくん。そう、クロケンくんはね、あれ結構ね、いいあの本くれますから。さあ、そしたら31でいこうかな。ボランティアも来たので、で体力がねちょっと怖いな。体力があんまりないので、まあかといってもこれ特訓マス引いたとしてもあれだな、多分土曜日しか引けない気がするな。まあ、これ斎藤くんでいこう、しか引けない気がするけど、まあ一応止まっておきましょう。さあ、野球部の評判が少し上がったボランティア。さあ、猛特訓、猛特訓だけどこれあれだよね多分。うーんと、無駄、あ、変えよう変えよう、やんちゃ。うん、やっぱ1日しか影響されないですよね。そうだよね、ならず者止まってもいいんだけど、まあいいか。これはとりあえず特訓マス止まって、本屋と月曜日プロ野球マス止まりたいですね。さあ、特訓マス勝とう。今回ちょっと合宿勝てなかったんで特訓マス勝ちたい。まあこれは斎藤行こう、斎藤行こう。どうしようかな、脱三振欲しいな。でも脱三振欲しいですね。キレ丸、ジャイロボール、リース丸とか持ってるし、伸びも持ってるし、まあ尻上がりでもいいんだけど、回復でもね。はい、ピンチ A にするか。まあちょっとここ脱三振狙いに行きましょう。頼む斎藤。うーん、厳しいか、脱三振欲しかったな。いやー、ここプロ野球も止まりたいな。まあ、スケジュール変更もどんどん使っていきましょうか。赤徳が今年の1年生多い。身長打法、身長打法いらないな。野間誕生日おめでとう、花の17歳、おめでとう。石来い、 OK、 練習休み使う。体力も結構あ回復はしてきてるけど、練習休み使って、さらにプロ野球で赤徳を消してください。お願いします、赤徳を消してくれ。矢吹懐かしい、おこれ、あでも数日間の変更はいらん、いらんよ、それはいらんやつよ。どうしようかな。んー、じゃあ1号でいこうか。でナース止まって体力回復してもらいましょうか。いやー、今回の枠ってかもう本当に最近の栄冠内は本当ひどいな。結構なんかあれだな、合宿でも特訓マスでも最近勝てなくなってきましたね。腕立てちょっと多いんで使っちゃおうか。さあ、5を使って体力回復して、さあ、じゃあまあ9月の練習指示して今日は終わりにしましょう。いやー、合宿がとりあえずヒートすぎたな。 OK、 選手の疲れがかなり取れた、ありがとうナースよ、ありがとう。さあ、スカウトもちょっと評価上げていかないと、今年はね評判が低いのでちょっと厳しくなってくるね。よし、体力ってか勉強して、さあ、9月の練習指示して終わりにしましょう。さあ、9月は、まだか、まだ秋大会にはならないか、確か10月だったもんね。じゃあまだ1回変化球で磨いてもらって、で新球種を覚えたので、とりあえずこの1は怖いのでね、変化球磨いてもらいましょう。 OKOK、 覚えてるね。さあ、野間はミート上げて、石黒はキャッチ、あー、オッケー、外野守れになったよということで、あ、でもそうだな、ペナントではキャッチャーとして、まあ、プロ選ばれたらね、使ってもいいかなっていうところなので、まあ、メインポジはキャッチャーのままでいきましょう。そしたら、どうしようかな、まあ、走力上げようか、じゃあ、一旦走力上げてミートも整えて、まあ、肩も B まで持っていかないとですね。で、服部君は弾道が上がりましたよというところで、一旦じゃあ、まあ、走力低すぎるので上げましょう。で、いいのが守備も上がりましたよというところで、そしたらまあ弾道さんに持ってってもらおう。でめぐるくんも、肩力が、どうしようかな、上がりそうなので、まあ、補給にしようか。じゃあ補給上げて、まあ、二遊間はちょっと守備とか上げていきたいので、根岸は、とりあえずサードだけ守備上げてもらって、しおりくんも肩上がりそうなので一旦じゃあ補給にしましょう。で、岡部ミート、で、若林もミート、ムタくんは弾道上がった後なので、まあミート低すぎるんで見てあげようか。で、強化もミートが、G から F に上がりましたよというところで、じゃあ総力上げようかな。で、石田は弾道上げよう。 OK。 さあ、ということで、まあ、10月に入ったら秋大会があるので、まあ、次回は秋大会手前までかな。これ誰でもいいな、これ正直誰でもいいとこあるな。まあ全員赤徳持ってんだよな。まあ誰でもいい、ストップ、ストップ、これでいこう。ネギシおめでとう、ランダムルーレットに当たったネギシおめでとう。はい、ということで、まあ10月に多分ね秋大会があるかなというところなので、まあ、10月の練習指示は秋大会のね、
ことも含めてやっていきたいなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということでね、ちょっと最後になってしまったんですけども、ちょっとね、お伝えし忘れてしまったんですけどもね、王子高校では視聴者さんからのね、お名前を募集しております。王子高校に入学してもいいよ、してやるよという方はね、概要欄チェックの上どしどしコメントをお待ちしております。まあ、まだね、入学式まで当分時間があるんですけど、ぜひねコメントとかいただけたら、その方優先に、入学させていただけたらなと思いますので、どしどしコメントもお待ちしております。概要欄にね、ツイッターのリンク、他の配信アプリのね、URL なども載ってますので、お時間ある時にね、拝見していただけたら嬉しいです。ということで、皆さん本日も栄冠9動画ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またな。パチンが鳴らない最近。お疲れ様でした。ありがとうございました。